ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अवगतामृतं तप्तजीवनं अभिभीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततां भुवि घ्नन्ति ये भूरिदा जनाः। これ コロナの前、多分20、2020年の最初まで多分前、これ本当は参加者協会に来て、火曜日、この福音の勉強会ありましたけれども、で、それコロナの時からちょっと変化して日曜日にやってましたけれども、で、日曜日ほとんど皆ちょっといろいろ忙しい仕事ありますからあまり参加できませんでしたね。本当はこっち来ても難しいでした。Zoom も出ることも近いでした。もちろん後で皆さん、これ YouTube で見ることできましたけれども、これ変化して、皆さんの意見を聞いて、また前のシステムに戻りました。毎月、これ1回、火曜日2時半からですね。で、もちろん日にち、時々ちょっとバラバラになるの可能性ありますけれども。で、今日前の話、例えば1月の福音のレポートは森山さん、どうぞお願いします。はい、お願いします。前回の福音のレポートです。聞こえますか？聞こえます。はい。前回はカルマヨガの実践についてのお話でした。はじめに、サカーマカルマの欲望について。欲望の対象は、
感覚的快楽と普段気づきのない潜在意識の中にある精妙な欲望です。内省するとわかります。両方取り除かないと心はきれいになりません。欲望を満たすためには働かねばならず、カルマがあれば欲望が出て、その結果、執着や束縛となるなら、カルマはしない方がいいのか。仕事を辞めても、包括的には死ぬまでカルマから一秒も離れられません。仕事を辞めても、心の中に欲望のある偽善者は絶対よくありません。仕事の時、自分の中にある嫉妬や怒り、エゴ、欲張りなど否定的なものに気づくため、仕事が必要でありテストです。清らかになるためには、瞑想と仕事の両方が大事です。カルマは外と中の器官、バヒカラナとアンタカラナ、すべて合わせて考えます。次に、西カーマカルマとサッカーマカルマの違いについて詳しく説明されました。1、目的。2、何の種類。3、結果。外から見れば、仕事は一緒に見えても、大きな目的が違うと、結果も大きく違うため、大事は仕事の内容より何のためにしているかです。利己的か、非利己的か、神を喜ばせるために、神の礼拝の形が仕事としてやっていることを理解するのが大事です。神は無視、無視は神です。神様と私の間の障害はエゴです。カルマヨガの実践の目的は、エゴを取り除くことです。そのやり方は、スリラーマクリシナの助言、イッシャレ・ファラ・サマールパナ。ファラ・サマールパナ。ファラ・サマールパナ。ファラ。ラ、この文字がないですね、日本語はありますけれども、はい、ちょっと発音の時々こんなのありますね。P-H-A-L-A、はい、ね、パーラ、パーラ、パーラ、サマ、サマルパナ、うん。仕事の結果は神様に捧げることです。大事なポイントが3つ。フー、どなたに、神様に。ただ、大事は神様への信仰と愛がないとできません。イメージが違います。How、どのように。はじめは儀式の祭壇にシンボルとして果物を捧げるように、すべてのカルマの実践の結果を心のレベルで捧げます。Why? サンスクリットでチェータサ。チェータサ。チェータサは、チェータサはサルボカルマーに。バガバッギターの中にありますね。はい、私前、この説を引用しませんでしたが、チェタサーサルボカルマーニ。チェタサー。モイサンニャッサマッパラハ。チェタサーサルボカルマーニ。はい。ありましたね。はい。これギターの9章26節。はい、はい。その何がありますか。チェータサありませんか。チェータサ。9章26節のところに、ちょっと待ってください。9章の26節。はい。はい。25、20。チェータ。パットラン26節。チェータサ。チェータサ。9章26節のパットラプシパン。うん、それとあります。はい。ですから、チェータサ、サルボカルマーニ。はい。マインサンニャサマッパラ、それ、その意味を
チータさん。それが、はい、すいません。その、見つけてない？はい。26には入ってない。26に入ってない。あ、また別の、で、あ、18章の57節だと思います。チェータサー・サルバ・カルマーニ。ああ、そのこと言ってますよ。216ページです。200。うん、ありませんか ?218 章57節。うん、ああ、何があります？チェータサー、あ、はい。私、あ、チェータサー。18章の9、59。57。え、57ですね。57、はい。チェータサー。チェータサーは、バイマインですね。心で。心で。はい。はい、では、翻訳読んでください。それでわかりますから。はい。私を最高、最終の目的とし、あらゆる行為を、私に捧げるという気持ちを持ち、君の意識を常に私に定め、満たしておきなさい。本当は自分の心でですね、このことを書いてあるんですけど。OK、どうぞ。はい、3、ホワイ、どうして私たちはカルマの結果で輪廻を続けています。すべての結果を神様に捧げたら、その影響を受けず、輪廻が止まり、自由、解脱ができるからです。その種類、コロナの結果の影響は私について何も出ないんです。はい。ね、良いコロナの結果でもちろん、天国に行きます。来世にもっと良い、より命で生まれることができますけれども、また悪いコルモの結果で地獄に行くと、命も来世の良くない。それの可能性はありますけれども、全部コルモの結果は神様に捧げますと、で、このコルモの結果と、このコロナの結果の影響は私に何もないですから、それの結果で私は何が自由になります。なぜならコロナの結果で我々、例えば、縛ってますみたいな、束縛してます。ね、我々はコロナの我々の玉、ね、これ先、前言いましたね。死ぬとき、例えば生命の体と下人の体と魂とカルマの結果と損失か。それは、これ、輪廻のとき、それを、うん、これ、それ全部、輪廻のとき、新しい体に入りますですね。それは、新しいカルマ、新しい命、輪廻の一つ原因は、コルモの結果ですね。で、コルモの結果が、それ一つ我々は輪廻の原因になってますから、もしコルモの結果は我々について影響何もないと、それは輪廻の可能性は出ないです。もちろん欲望もありますけれども、欲望も満足の可能性あります。ですから、みんな関係あります。例えば欲望、それから欲望でコルモやってます。あ、コルモの結果は、で、コルモの結果で我々、コルモの結果を我々は束縛してますですね。そう、欲望から全部始めてますけれども、で、最後に本当はコルモの結果ですね。これが。最後のコルモの結果は、の影響をもし我々受けます。だってコルモの結果に我々執着します。コルモの結果を受けますと、絶対、例えば何ですか、輪廻は続きますです。で、その話ですね。はい、それどうぞ。
はい、あ、で、以上です。で、本日は46ページの下の段、うん、2行目からになります。うん。起用の話はとても皆例えば、カズシャ、ザイケ、弟子のためにとても大事。これ、いろいろ質問がありますね。例えば、どうぞ、日本語、あけみさんに読んでください。M、しよ、もっと金を稼ぐ努力をしてもよろしゅうございますか？うん。し、宗教的な家族を養うためにそうするのは許されることだ。収入を増やす努力をしてもよろしい。ただし、正直な方法でせよ。人生の目標は金を稼ぐことではなく、神に仕えることだ。もし金が神への奉仕に捧げられるなら、それは有害ではない。うん。それがとても大事ですね。あと、M さんは、これ、多重者ですね。信者でしたから、で、その質問をしてます。ただ、職系だったらお金を稼ぐの関係ないんです。ですけれども、で、カズシャですから、で、お金を皆さん稼がないといけないですね。ですけれども、スラーム教師の福音の中に何回も何が言ってます。で、例えば、肉欲と、例えばお金、ね。肉欲とお金が良くない。何回もありますね。で、その関係でその質問が出てます。で、スラーム教師の自分のも、だってお金を触ることもできませんでしたですね。触りますと、例えば、体が痛くなります。そうではないですか。で、それを見て何回も何回も見て、その印象出ます。で、お金、稼ぐは、いいより良くない。その困難が出ます。で、もちろん、お金と家族者ですからお金を稼がないといけないですけれども、もっと例えば、これ、お金もっと稼ぐ、もっと稼ぐ、それの限度ありますか？そのこと皆さん知ってます？お金を稼がないと、自分の家族をと自分の面倒を見ることができない。それわかります。でも、その関係で、それの限度ありますか？どれぐらいお金稼げます？ね？なぜなら、スラム教師のお金を、例えば何が、いつもお金、例えば富の放棄するのこと言ってましたけれども、で、カズシャはそれでも放棄できないですね。そして、限度がどこまでです。それが一つとても大事な質問です。お金必要です。どれぐらいお金が必要です。それに、スラム教師に、エムさんの質問です。なぜ、エムさんの自分の奥さんもいました、子供たちもいました。それを面倒見るためにお金稼がないけれども、これ、どれぐらいお金、お稼ぐ、これどれぐらい限度あった方がいい、限度なくてもいい。例えば、普通の人は、ね、普通の人のことを考えてください。皆さん、お金稼ぎますけれども、もっとお金欲しい、もっとお金欲しい、お金もっと欲しい、それではないですか？皆さんの、ほとんど皆さんの考えは、もっとお金欲しい。そして、仕事してます。絶対アルバイトもしてます。両方時々やってます。
時に2つ仕事、3つの仕事、どうして目的はあまり仕事は楽、仕事するは楽ではないんですけれども、本当は大変ですけれども、お金もっと欲しい。その目的で働かないといけない。で、お金もっと欲しい。どうしてお金がもっと欲しい？なぜなら、お金もっとありますと、もっとよく生きることができますね。生活、毎日の生活のスタンダードがもっと良くなります。その目的ではないですか。え？その目的で、皆さん、普通のサラリーマンと普通の皆さん、お金もっともっともっと必要で、もっと欲しいです。M さんの今質問はこれです。で、お金必要ですけれども、もっとお金が必要ですから、もっとお金稼ぐ、その考えはいいは良くないです。その質問です。ですね。で、それのために、スラームクリシュナの、これ、とても大事な答えです。なぜなら、もう一回読んでください。はい。はい。死よ、もっと金を稼ぐ努力をしてもよろしゅうございますか？死、宗教的な家族を養うためにそうするのは、何の家族、はい、宗教的。宗教的。例えば本当は、これオリジナルベンゴル語でビッディア、そのことは使ってるんですね。ビッディアの家族。で、日本語で翻訳しますと、そのイメージが出ますか出ません、ちょっとわからない。なぜなら、どうしてビッディアが大事です。だからマヤの中に2つありますね。ビッディアマヤはビッディアマヤ。そのレファレンスです、本当は。ですね。で、日本語で翻訳くとき、そのイメージが出ないの可能性あります。マヤの中にビッディアとアビッディアあります。でスラームクリシュナそのこと言ってます。ビッディアの家族のために。あるビッディアの実践の目的のために。ですね。と皆さんもちろん知ってます。ほとんど参加者。マヤの中にビッディアとアビッディアあります。ビッディアマヤとアビッディアマヤ何が違う？え？ビッディアとアビッディア。ああ、何が違いますか？千恵子さん？マヤマハラジ。二つ、いつも福音の中に何回もビッディアマヤはビッディアマヤ。例えば、ビッディア、奥さん、アビッディア奥さん。はい。ありますですね。はい。その話結構出てますね。はい。ある種類奥さんが、ある奥さんがビッディア種類、ビッディア種類の奥さん。ある奥さんがアビッディア種類の奥さん。ですね。だけど、はい、お母さんについてもそのことはあります。で、ある種類お母さんもアビッディアお母さん。例えば、もし息子は、娘は神様のことを本当は考えたい。例えば、その目的で、何や、神聖な場所に行きたい。例えば、神聖な交わり、が欲しいです。ですけれども、その目的の、そのやり方の、もし反対すれば、例えば、ある お母さんは、息子と娘のその目的を反対すれば、お邪魔しますと、その種類お母さんも、アビッディアーマー言ってますね、俺も。え、スラームクリシュナ。そして、ビッディアーとアビッディアー、福音の中に何回も、ね、ありましたけれども、ね、普通はとても面白いラムクリシュナの福音が何が一つ特徴です。普通の聖典の中にビッディアー、アビッディアーあまりないです。でその言葉あまり使ってないです。ビッディアとビッディア。サッタラジャストもありますけれども、ビッディアビッディア、ちょっと見きばる。
এমনি স্ক্রিপচারে অবিদ্যা মিদ্যা অবিদ্যা তো তুমি সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় সত্য রজস্তমস উই ক্যান সি বাট বিদ্যা অবিদ্যা করে গেছ তো রামকৃষ্ণ ফুকুইন তোকচদেস নে তো সত্য রজস্তমস আরি মাস মায়া ইজ দিস কো মায়া দিস কো দে মায়া ইটস ও ইমেজ ওয়া করে শিবাতে মাস নেসে そこばこしてます。それはマヤの普通に、ボンデッジ。ですから、それの中に、ビッディアマヤ、アビッディアマヤ、それ、ラムキシノ福音の本当は、一つ特別なアイディアです。ね。と、何がビッディアマヤとアビッディアマヤは、何が違う？どなたでも大丈夫。よしこさんも、もし、はい。ビッディアマヤとアビッディアマヤは何が違いますか？なぜその言葉は本当ベンゴル語です。スラムキシュその言葉を使いました。ビッディアの尊者、ビッディアの家族のためにお金を稼ぐ、もっとお金稼ぐしてもいい。稼ぎてもいい。そしてポイントはビッディアですね。ビッディアとアビッディア何が違う？ん？千代子さん？はい。ビッディアは、ビッディアマーヤは、霊的な知識が現れたマーヤ。うん。うん、アビッディアは、霊的な知識とはあまり関係ない、世俗的なマーヤ。うん。OK、うん、また別の答えありますか？アキラさん。はい。もしあなた何か答えある？難しいですけども、うん、いや、でも、あの、あの、その、まあ世界中いろんな宗教で、お金をたくさん稼いでも、その稼いだお金を、その、助けを必要としている人とか、良い宗教のために、お布施をする人はいると思うので、その稼いだお金を、人のため、神様のために捧げることができるのであれば、それは正しい、稼ぎ方なのかなっていうふうに、思います。すいません、ちょっとインドの言葉には詳しくないんですけど、ベンガル語には。うん、あ、じゃあそれでとても簡単な説明は、サットワはビッディア、ラジャストモスがビッディアです。どうですか？今、イメージ出てますか？サット的な全部がビッディア、ラジャストモスがビッディア。どうですか？なぜなら、サットグーナーですね。で、我々は、サットは、これ、離脱まで、導きます。ですけれども、ラジャスとトモスは、束縛しています。これ、スラムクリシュの福音の三人の泥棒のことを思い出してください。ね、みやこさん、三人の泥棒ありますね。サット、ラジャス、トモス。と、ロジャス・トモス、トモスが殺したかった。ね、お客様。ロジャスが縛りました。ソットの泥棒は、本当自分のお客様のうちの道を導いてました。それが、自分のうちと本当は自分のうちは何ですか？下脱ですね。それは、ビッディアマヤも同じ。ビッディアマヤは、離脱に導きます。連れてきます。アビッディアが反対、アビッディアマヤが反対。束縛してます。それが一番わかりやすいじゃないですか。わかりますか？で、まあ、ビッディア・ソンサル。ビッディア・ソンサルその関係で、ワルモイゴの中にですね、スワミジ、これ、
一つ、これ、講座の中にそのポイント書いてます。何ですか？家族者の義務は何ですか？ What is the duty of a householder? その時、モハニルバーのタントラから、ね、引用しました。長いパッセージですね。ね、コルモ、シャミビューガン、皆さん見てください。コルモヨガ、シャミビューガン、コルモヨガの中に、一つ講座の中に、何ですか？家族者の義務。それの中に、その聖典、モハニッバーナタントラ、タントラの一つは有名な聖典。その中にそのことは言ってます。家族者は、もしお金を稼ぎませんなら、これが罪を犯します。It is a sin.For a householder not to earn money. ですね。どうして？なぜなら、家族者のお金に皆さんいっぱい人をお任せしてます。何の種類人はお任せしてます。ね、家族者のお金に。一つは、昔のイメージ考えてください。みんな女性たち。その時女性たちは仕事をやってなかったですね。サラリー。自分の、例えば、これ、オフィスに行ってなかったですね。それで会社員ではなかったですね、昔。今、ちょっと結構違いますけれども。ですけれども、これ、仕事しないで全部、これ本当、主婦の仕事だけやってる人も、これ主婦も結構いますですね。で、その女性たちのサポート、一つ。もう一つは、お母さん、お父さん、年取ってますと、お母さん、お父さんもサポートしないといけない。ナンバー2。ナンバー3、みんな子供たちですね。子供たちとそれは最初の状態、それか勉強、その時もサポートしないといけない。第3ですか？それ第4。これ、な体のいろいろ問題あります。ありますね。体の問題。ずっと病気。その人たち。もう一つは何ですか？これ貧乏。ホームレス、例えば、ホームレス。もう一つは、もう一種類ホームレス、どなたですか？我々種類のホームレス。ですね。例えば、お坊さん。我々の本当のホームないですね。でそれで、一つバイコンパルション、もう一つはバイチョイスですね。と、ホームレス、普通のホームレスと、あんた、いろいろ芸人で、本当は、芸人で、ほとんど苦しみの芸人で、たとえホームレスになりました。ある我々はそうでない。喜んでホームレスになってます。ですね。俺自分が好きでしたからホームレスになる。それが皆。ですから、その、お坊さんも自分のお金稼ぎませんですから、家族者のお金にお任せしてます。その種類いっぱい人は、家族者のお金にお任せしてます。家族者の自分と自分の家族ともちろんだけではなく他の種類人も家族者のお金にお任せしています。今もそうですよ。今家族者は自分でお金稼ぎ、これ払ってないですけれども、西洋はですね、これ、政府ですね。政府はタックス。皆さんからタックスもらってますでしょ？タックス日本語なんですか？税金。その税金のお金で皆さんにサポートしてます。そうではないですか？皆さん、それ考えてください。で、そのタックスで、それで本当は政府の自分のお金ではないですね。皆さんからもらってお金ます。で、その感じで、そして、加入者の家族者は自分のお金稼ぎませんと、それが本当は罪を犯します。なぜなら自分の義務をしない、その意味で。
ある時、ある、アジュシャですね。これ、霊的な目的で、これ、独身列車、ね、スラムクシの場所に行きました。どうして目的は、ここでずっと霊的な実践したい。その目的で独身列車に行きました。でスラムクシのは、とてあるお客様来て、いつもスラムクシの訪ねてました。これ、あなた数者ありますかといろいろ、例えば。とそのお客様に尋ねました。あなた、結婚しましたか？はい、結婚しました。奥さんいます？います。子供たちいます？います。で、今、子供たちと奥さんには、どなたをサポートしてますか？もしあなたは、これから独身の人に来て、ね、霊的な実践しますと、お金稼ぐ、何も稼げないんですね。で、あなたの自分の家族を、奥さんと子供たちでどなたサポートしてますと、そのお客様いました。奥さんのお父さんをサポートしています。わかりますか？奥さんのお父さんをサポートしています。とスラムクシュナとっても怒りました。あなたは結婚してしましたあなたは子供、今あなたの子供あります。です、そのあなたの責任ではないですか？どうして奥さんのお父さんがそれをサポートしますか？とっても叱られて、帰れ。ね？リターン、イミディエティ。自分の家に戻って、お金稼いで自分の家族をサポートしてください。これとてもひどいの言葉ではないですか？で結婚して子供たちもいます。けれども、奥さんのお母さんのお父さんのサポートします。それが、恥ずかしいのことではないですか？え？どうですか？本当、恥ずかしいのことではない？ Do you understand? みんな、わかりますか？いうこと？ゆかさんは、わかりません。そして、スラームクシュナとっても敷かれて、あなたの義務は、お金、自分の家族、自分のサポートしてください。そのためにお金稼げないといけないです。それできたら全部、もしお金結構、例えば、サポートのために、あなたのお母さん、奥さんと子供たちのサポートのためにお金結構もしあったら、構いません。で、お金はない。奥さんの、お母さん、お父さんのサポートしてます。それがひどいですから、あなた戻ってください。です、わかりますかね？もしおか、もし自分の、家族のためにお金を結構置いて、取っておいて、もしあなた、例えば放棄しますと、家族を放棄します、離れて、霊的な実践のために、もしお坊さんになります、いいです。それは、もしそれお金ないと、それがひどいです。そしてあなた、一番大事な義務は、お金を稼ぎてください。で、自分の家族をサポートしてください。自分の家族だけでは他のいろいろ種類人も、ね、そのお金にサポートし、ね、お任せしてますから。それとても大事です。でスラームクシノはそのこと言ってました。で、ビディアーションシャー、ね、ビディアーの家族のために、それが必要ですね。それからだけではなく、それで、で、それから、スラムクシュナ言ってました？どうぞ、次の、読んでください。はい。はい。収入を増やす努力をしてもよろしい。何が？はい。収入を。収入は何ですか？お金をたくさん。簡単なじゃお金は。たくさんお金を、はい、増やす。増やすの努力。努力をしてもよろしい。よろしい。いいです。ただし。ですけれども、はい、ただ、はい、何正直な方法でせよ、はい。はい、これが大事です。で、それがとてもとても大事です。とってもインポータントです。例えば、何ですかこれ、もう、道徳的
で、非道徳的、二つありますね。道徳的な方法でお金稼いでください。道徳的な方法と非道徳的な方法、皆さんによく知ってますね。非道徳的な方法、例えば何ですか？騙して、何ですか？それから嘘を使って、で、いろいろ、例えば、ブライブなんですか？ブライブ。違う。例えば、ブライブは賄賂。賄賂、わかりますか？賄賂。ね、ブライブ。賄賂。知らなかった？賄賂。で、それも、人時々その感じでお金を稼げてますでしょ？ね。もらう方。それで、それ、その他の人、お客様は自分のいろいろ目的で、ね、例えばそのオフィサーに、アイサインにそのお金払ってます。そのお金は賄賂言ってないですか？ブライブ。何？賄賂ですね。え？賄賂。稼ぐ方ではないですね。え？これ、稼ぐというのは。稼ぐともちろんそれ一つ、この、例えばお客様から皆さん、どうですか？何の言葉使った方がいい？賄賂を送るのは贈賄。賄賂のお金をもらったら、これは日本語だと多分、収賄だと思います。収賄。送る贈賄。もらう収賄。何をもう一回言ってください。賄賂を受け取るなんて収賄です。収賄。収賄。収賄。収。収賄。収入の収、納めるって書いて収っていう。聞いたことないんですか？納めるか。OK、それで、そのことは私言ってます。その感じでお金稼ぎます。ね、それお金稼ぎます。稼ぎの方法が一つそうですよ。お客様からお金は。ね。これ、お金をもらいます。で、それも、ブライブですね。ブライビング。で、それを非道徳的な方法。で、それはありますでしょ。嘘を使って、その感じで、スラムはそれ言ってます。それ良くないんです。ね。で、それのために人生の目的の中に、ヒンズー教の考えで何やつだ？ダルマ、アルタ、ガーマ、モクショ。例えば、何ですか？ガーマ、欲望を満足する、OK です。アルタ、お金と富を、もにあっても、OK です。ですけれども、大事なポイントは、ダルマです。道徳的。それも、道徳的な方法でお金を稼ぐと欲望を満足する。それのベースはダルマです。そのダルマと道徳的な方法が同じことです。それでコントロールしています。で、スナブさんそのこと言ってます。お金稼ぎてください。平気です。ですけれども、道徳的な方法でお金稼いでください。ね。それが大事なポイントです。ね。それから、もう一つ何ですか？で、すぐ思い出してください。思い出してます。お金稼ぐは人生の目的ではないです。人生の目的は何ですか？神様を悟る。ですね。と、それ、どうぞ日本語言ってください。次のセンテンス。はい。人生の目標は、金を稼ぐことではなく、神に仕えることだ。うん。神に仕える。お仕えする。なぜなら、どうして本当の目的は神様を悟るです。で、それの一つは
これ形は神様のお世話にお世話する。お世話するのために。ですね。本当は目的は神は悟るですね。でそれのために一つ方法が、ね、いろいろお世話するです。ですね。それから、また同じこと言ってます。どうぞ言ってください。はい。もし、金が神への奉仕に捧げられるなら、それは有害ではない。うん。で、それのために、それから、で、また別の場所にスラームクリスチャン行ってました。で、何ですか？これ、例えば、お金を良い方法で、これ、使うの、これ、方法が何ですか？別の場所にスラムクリスチャンは説明しました。ね、お金を使うの良い方法が何ですか？別の場所にスラムクリスチャンは説明します。そのが何ですか？お金で、例えば、食べ物、飲み物はできます。例えば服、例えば住んでる場所、それもできます。もちろん、子供たちを育てる、子供たちね、彼、例えば、勉強のために、お金を稼ぐ、それも必要です。だけではなく、お金をちょっと何がセビングなんですか？貯蓄。蓄える。それも必要です。なぜか、わからない。突然何が大きな問題、大きな病気の可能性ありますから。そのことを理解して、ちょっとその種類、お金、セビングも必要です。カズシャール。ですね。だけではなく、何ですか？これ、お坊さん、出家と、その種類人のサポートもできます。それから、困った人をサポートすることもできます。それはいろいろ方法が、お金の良い方法、良い方法です。These are the different ways of spending the money in a good way. ですね。So, how to spend the money well? と、時々私は出てます、その考え。お金を稼ぐより、お金はどのように使う？もっと大事ではないですか。ですね。今、本当は、若い人、私はね、今、例えばインドでね、若い人は、コンピューターの仕事の関係で、いっぱい信じられない。そんなにいっぱいお金を稼ぎています。ですけれども、もしその種類がよく、例えばトレーニングですね、訓練がない。どのようにお金が使うの良い方法が何ですか？わからないなら、結構お金は無駄になります。だけではなく、非道徳の方法で時々お金は使います。それの可能性あります。例えば、昔はあまりなかったです。本当残念なことですけれども、若い今インド人の中に、drinking habit ですね。お酒の飲むもだんだん広めてます。本当今、心配のことです。大きな原因はそうです。若い人も結構お金いっぱい稼げてますから、そのいっぱいお金はどのように使います？わからないですね。その訓練がないで、勉強してないんです。そしてスラムクリスチャンは言ってます。で、あなたはその種類お金いっぱい使っても、稼げてもいいですけれども、お金の使うを良い方法をしないと、あまりいけないですね。
で、それのために良い方法が何ですか？それのためにいろいろ例使いますとですね。わかりましたね。それから、これ、自分の感覚の楽しみのためにお金稼ぐと一つ目的ですね。ね、感覚の、自分と自分の家族の感覚の楽しみ、例えば快楽ですね。快楽のためにお金をこれ使う。あるもう一つは、が、例えば、さっき言いました。例えば、いろいろ良い方法でお金を使う。それが二つオプションですから。結果も違いますね。結果を一つは、例えばさっき言いました、非道徳的な方法でお金を稼ぎます。と、非道徳的な目的でお金を使う両方がアビディアです。ですね。道徳的な方法でお金を稼ぐ、道徳的な目的でお金を使う量がビッディアです。ですね。それ、M さんのこれ、質問は、の答えは、それですね。それから、このもう一つポイントはそれがあります。で、もちろん、例えばお金、さっき言いましたね、ガバメントですね、政府は、皆さんからタックス何言ってますか？税金。税金でお金、それ税金を上げないといけないですね。時々、ダイレクトタックスとインダイレクトタックスもありますね。ダイレクトタックスは直接、間接、それも両方タックスありますから、ダイレクトタックス、インダイレクトタックス。例えば、物を使います。です物を使うのとき、そのときタックスも入れてますですね。あっときどき、我々自分のガバメント、直接インカムタックス、お金をどれぐらい稼げるか、結構お金だと稼げますと、ガバメント直接インカムの関係でタックスももらいます。それがダイレクトタックスです。そダイレクトタックスとインダイレクトタックス、両方我々上げないといけないんです。だから、ですけれども、上げないといけないで、ね、そ両方で自分の気持ちの関係ないんです。と自分の気持ちのために、自分の心をを広めるために、自分でもしできるなら、例えば寄付をあげた方がとても大事です。それは少しですけれども、本当は少しですけれども、全部稼ぎたお金、全部自分の家族のために使わないで、本当の少し、ちょびっとですけど、少しですけれども、気持ちで、困った人を、例えば演じよう、いろいろあります。ね。それのために使った方が、本当気持ちのためにとても、本当いいものと思います。それは、ビッディアですね。ビッディアの、ソンシャーですね。それ、ビッディアのお金を使うの、ビッディアの方法です。で それで、もう一つ何ですか？これ、それの結果ももう一つあります。利己的と非利己的。全部、お金を全部自分のために使いますと、本当は利己的になります。お金は全部自分のために使わないんで、少しですけれども、他の、例えば困った人のために、例えば良いもの、良い方法の、良い目的でだというやり方もしありますと、それのために、これお金稼ぎますと、非利己的になります。と、皆、カルマヨガの一つ目的は、非利己的にならないといけないですね。神は無視です。そのことはありますね、前。Unselfishness is God. 無視、何神は無視です。いますでしょ。でそれのために、一つ大きな基準は、方法は、自分の稼ぎたお金の少し部分ですけれども、ね、その目的のために、ね、例えば他の人のサポートのために使う。それが一つは、これ、スラム教師の別の場所にそれを説明しました。OK。では、次の質問なんですか？ M さんの、どうぞ。はい。M、
人はいつまで妻子への義務、奥さんと子供への義務を感ずべきなのでございましょうか。うん。で、はい、彼らが衣食、着るものと食べるものに困らなくなるまでである。しかし、息子が自活できるようになったら、彼に対して責任を取る必要はない。ひなが自分で餌をついばむことができるようになると、それが餌を求めて母鳥のそばにやってくれば、彼女はつついて追い返す。OK。それであまり説明はあまりいらないです。どうぞ、次。はい。M。いつまで人は自分の務めを行わなければならないのでございますか？うん。し、果実が現れると花びらは自然に落ちる。人は神を悟った後には務めをしなくてもよいし、その時にはしようとも思わなくなる。うん。酒飲みが酒を飲みすぎると意識を保つことができなくなる。二三杯飲んだだけであれば彼も仕事を続けることができるだろう。お前が神に近づけば近づくほど彼が少しずつお前の仕事を減らしてくださるのだ。恐れることはない。うん、目の前にあるわずかの務めを果たすがよい。平安を得るであろう。一家の女主人が料理をはじめとする家事一切を成し終えて、沐浴に行くときには、背後からどんなに大声で呼びかけても戻ってきはしない。うん。そのイメージは日本にちょっと難しいですね。なぜなら今、例えばアパートメントに住んでいる人、例えば奥さん、お母さん、例えば、ね、これ主婦ですね。主婦は料理をしていろいろして、で目的の、例えば沐浴のために行く。で皆さん、こんなんで沐浴のためにどこに行く？バトルームに入りますですね。でバトルームに入りますと、呼んでまた戻ってください。それがイメージ出ないですね。それのインドのイメージですね。それをしないと、インドの田舎のイメージ、もしなかったら、その部分がちょっとわからない。例えば私のそのイメージありますから、私は、例えば皆さんに説明します。だって私は田舎に生まれましたですね。だ普通の田舎の皆さん、例えば今の皆、自分の部屋にバトルームありますですね。お風呂とバトルーム。で田舎、それではない。昔、日本もお風呂は多分ちょっと別の自分の内からちょっと離れて別の場所にありましたですね。そのイメージしてください。今のイメージしないで。今のイメージが自分のアパートの中にありますですね、バトルーム。で、昔の日本のも、例えば別の場所に行かないとお風呂はできませんでしたんですね。インドでも、例えばいつもお風呂ではないんですけれども、池ありますね、結構。田舎に池結構あります。だ例えば主婦は全部、例えば皆さんに食べさせて、いろいろ、例えば何ですか、台所をクリーンして、で最終的に、例えば1時ぐらい、1時半ぐらい、で、主婦は、これ、池に、沐浴のために行きます。そのイメージです。でね、その時、もし、主婦に、例えば息子はいます、旦那さんにはちょっと大事な一つ相談ありますから、ちょっと戻ってください。その時、主婦、例えばお母さんも奥さん、戻らないんですね。そのイメージです。ですね。で、今大事なポイントは、
このですね、カルモンと言ってますね。本当はオリジナルがカルモンです。だそのカルモンと、例えば、向こうであなたもし読んでますと、印象は出ます。悟った人のカルモンはないです。神様を悟った後、神様を悟った後、すべてのカルモンはなくなります。悟った人と神だけの関係ありますけれども、他の仕事は何もないです。そのイメージ出ませんか？悟りの前はカルモあります。悟った後はカルモがなくなります。そのイメージではないですか？そのパッセージで。ですけれども、そのカルモ、もしあなたその理解がそれだったら、シャミビベカンドは悟りました。例えば、みんな直弟子を悟りました。ですけれども、悟った後もいっぱい仕事やってませんでしたか？みんな、例えばシャルダーノンデジ、この素因のマネジメント、ブロンマーノンデジもいろいろ仕事、シャミビベカノンドもいろいろ教えですね、いろいろトレーニングで、自分もいろいろ仕事をやってましたでしょ。でそれがちょっと矛盾ではないですか？スラムクシのその福音の中にそのということを悟った後、悟った人の仕事何もないです。全部終わり。悟りの前仕事ある。悟った後の仕事何もない。ですけれども、割いっぱい例あります。悟った人もいっぱい仕事をやってます。わかりますということ？その困難の出るの可能性ありますでしょ？ね、福音のそのことを理解、もし理解しますと、悟ったの後は何も仕事ない。仕事全部なくなります。ですけれども、我々例いっぱいあります。悟った人も仕事いっぱいやってます。わかる、そういうことわかりますか？例えば、ビベカルの悟りの後もいっぱい仕事やってましたでしょ？それが、何が答え？答えは、前の悟りの前のカルモ、悟った後のカルモ、違う。悟りの前のカルモが義務です。悟った後のカルモはカルモ言わないです。そのカルモがアカルモです。ですね。カルモが本当アカルモ。カルモしても本当はカルモしてないです。そのバグワッドギターの秋ありませんね。とても面白い一つアイディア。カルモ、アカルモ、ビカルモ。三つのカルモありますでしょ。何がカルモ、何がアカルモ、何がビカルモ。みんなカルモイドよ、これよく勉強しないといけない。とても面白いカルモ用語の中にあります。皆さんちょっと思い出してください。ギターを勉強した人。ね。カルモ、アカルモ、ビカルモ。何がカルモ、何がアカルモ、何がビカルモ。ですね。これがとても面白いです。ビカルモは非道徳的なカルモがビカルモです。ね。全部非道徳的なカルモがビカルモ。あるカルモと、例えば何ですか？カルモとは仕事をやる。あるアカルモが仕事しない。だから3つのします。ちょっと待って。とカルモは仕事をする。アカルモは仕事しない。あるビカルモは非道徳的な仕事です。働き。非道徳的な働きです。ね、例えば嘘を使って、例えば盗む。その種類、仕事は非道徳的な働きです。それがビカルモです。わかる？で、今は、カルモしてもアカルモです。それが本当は悟った人の状態です。カルモしても本当カルモしてない。ちょっと矛盾みたいですけれども、で、さっき私言いましたね。例えば、私いますけれどもいない。どうして？例えば、礼前にいます、オポニションの時、心はここにあらず。そして、いますけれどもいない。同じ、カルモしてもカルモしてない。どのようにできます？もし、普通のカルモ、それの目的は何です？例えば、
これ源なんですか。どこからそのカルマをこれが動いてますか。最初欲望あります。欲望を満足するためにカルマをやってます。その欲望どこから出てます。エゴから出てますね。体、心、エゴ、それを合わせてですね、その私、その私、例えば体、心ありますから、それの関係で欲望もあります。その欲望を満足するために、それらこれも仕事やってます。そして源は何ですか？エゴです。わかる？欲望です。その関係で義務もあります。ね、仕事ありますと仕事の関係で義務もありますですね。オフィスの義務ために、家族のためにいるな。でも、悟った後は、何が違う？全部それが、これ、エゴはなくなりますから。ね、悟りの結果は何ですか？エゴはなくなります。源は何ですか？ベダントの考えで、ブラッマンとアートマン。ある、バクティヨガの説明で神様です。と、皆さんのイメージのために、悟った人のエゴはない、エゴはなくなって、神は出てます。私はではない神です。それではないですか？悟った人は、プッスの数、例えば、これ、何ですか？駆動者は、実践してます。悟った人、実践してるのは何ですか？これ私ではない神です。私ではない神です。ナハン、ナハン、トゥン、トゥン。実践してます。悟った人は実践してない。自然でそれを出てます。わかる？それが大きな違う。ね。プッスの、例えば、駆動者は、で、それが大きな実践です。なぜいつも利己的、私の考え出てますから、私ではない、私ではない、神様、神様、神様、それは実践でしょ。でも悟った人は実践ではない。自然で出ます。自然で全部本当は、これ何ですか？仕事は神様の仕事です。私の仕事何もない。あ、どなたのためにやってます？神様を喜ばせるのためにやります。ね。と仕事ですけれども、これ大きいな違う。悟るの前仕事、私の仕事。悟った後、私の仕事何もない。全部神様の仕事です。神様の道具をなって、神様を喜ばせるために、この神様の仕事をやります。それは自然でそれ出ます。その時、コルモがアコルモになります。コルモしても、本当はカルマしてないです。わかりますということ？あ、その種類カルマで束縛しないです。ね。普通のカルマで束縛してます。なぜなら、源は何ですか？私です。私と私の欲望と私。で、悟った人同じカルマしてますけれども、本当は源は神様です。神様を道具になって神様に喜ぶために、皆さんの中に神様を見て皆さんにお世話する。全然違う。そして、コルモをしてもコルモをしてない。それがコルモです。どうですか？わかりますということ？え？コルモはしてもコルモをしてない。そして、コルモです。コルモの中にコルモを見る。言ってますね、バグワギトの中に。その人は賢い人です。ね。コルモしてもコルモしてない。その種類人は本当は何ですか？賢い人です。悟った人です。バグワギトのその話とても面白いです。そしてスラームキシナの言うことをその今の、ね、仕事は何ですか？全部義務です。悟った後は義務がなくなります。その時は、その後もこれもやってますけれども、それが義務であります。それ神様のお世話です。その目的で
みな、じきでし、すら、み、ビベカノンド、シャラダンジ、ブロマンジ、全部は、コルモしてないんです。みなさんが、お世話してます。神様のスラームケシュも、お世話してます。どうですか、みなさん、理解できました？え、そうしないと、わからないです。どうして、そのスラームケシュに行ってます。で、例えば、サトルの前にもありますけど、サトルの後は、全部、コルモはなくなります。その意味で、スラームケシュはそのことを言ってました。ね。悟りの前まで義務ある。悟りの後はその義務ではない。本当は神様のお世話です。そのことを私言いました。OK。では次を読んでください。次の。とても大事は全部、カズシャのために大事でしょ。三つの質問。いつは何ですか？もっとお金稼げていいですか？もう一つ何ですか？これ、自分の家族のために義務いつまでですか？もう一つ質問何ですか？仕事いつまでやりますか？全部家族者の、例えば、駆動者のために大事な質問です。で、今、M さんが別の仕事、別の質問しています。どうですか？はい。M。死を、神を悟るというのはどういうことでございますか？うん。あなたが神のビジョンとおっしゃるのは何でございますか？どうしたらそれを得ることができるのでしょうか？うん。三つの質問。ね。M さんいっぱいだったと面白いわ。M さんにこんなにいっぱい、本当は M さんの我々のシンボルですね。我々の同じ質問になりますからね。それがラムキシュの福音の特徴です。で、M さん、本当は自分のためにではない。M さんが一人皆さんの何かシンボルです。我々の同じ質問になります。ありませんか？と、バガヴァッド・ギーターのオルジュンのために、オルジュン、自分の困難がありますから、スキシノに尋ねています。それを考えないで、それその考えがとても狭い考えです。で、本当は、オルジュンは、皆さんの、何ですか。これ、皆さんの質問はオルジュン、その質問してますですね。オルジュン、わかる？オルジュン、自分のためにもちろんですけれども、バガヴァッド・ギーターの勉強の目的は我々のオリジンの同じ質問になります。で、スラームシキシノはそのことを考えて、オリジンのためにだけではなく、皆さんの、これ、ためにシキシノはいろいろ説明しました。で、ギターを、そうしないと、オリジン、我々はそのことを考えなかったら、バガヴァッド・ギーター勉強しないです、ね。なぜなら、それは個人的なことです。スリ・クリシュナとオリジンの個人的なことです。それは興味ないです。それではないですか。ギターはオリジンとスリ・クリシュナの個人的なことです。個人的なこといっぱいありませんか？我々の何が関係あります？我々個人的なこといっぱい、旦那さん、奥さん、先生とでいろいろ話し合うの、我々興味ありますか？興味あります。興味ないです。関係ないです。ですけれども、皆さんの同じこと、それが福音の中におとおも、M さんとラムクリシュの個人的なことです。それは我々関係ない。そのことを考えれば、我々はラムクリシュの福音を勉強しないですよ。どうして勉強してます？なぜなら我々の質問が同じです。それではないですか？我々はラムクリシュの福音をどうして勉強しています？なぜなら、これ M さんとラムクリシュの個人的なこのものではないんです。皆さんのために、これは大事です。皆さんの同じ質問。ね。So, on behalf of us, M さん is asking these questions. On behalf of us, 例えば何ですか？皆さんの代わりに。So, 皆さんの代わりに M さんを尋ねております。そして我々は、お、結構似てますね。私も同じ質問ですね。私も同じ困難です。私もそのことを知りたい。そして皆さんすごいドイツ知ってますでしょ？
エムサの我々は我々もエムサの同一として本当はそうですね。我々も本当は前の質問にどれぐらいお金稼ぐ必要です、いつまで義務が必要です、それは我々も同じ質問です。そう、我々の代わりにエムさんはこのしね質問してますから、我々その答えに興味あります。そうしないとどうして皆さんに今福音の勉強のあまり意味目的はなくなりませんか。もし本当は個人的なことあったら、全然個人的なことではないですね。普遍的です。皆さんのためにです。そして同じ我々の M さんだけではなく我々の同じ質問です。何ですか？三つ質問。何？どうぞ、もう一回読んでください。はい。主よ、神を悟るというのはどういうことでございますか？一つ、次。あなたが神のビジョンとおっしゃるのは何でございますか？二。どうしたらそれを得ることができるのでしょうか？三。それって皆さんの興味はありますかありません。皆さんのその質問ありますかありません。あります。ありますから我々勉強しています。我々は、三教師の福音の勉強を参加しています。なら、我々は駆動者ですから、ね、普通の人は、その質問は何が、馬の耳に何があります？念仏。え？馬の耳に念仏。念仏。我々はその人ではないですよ。え？そう、我々本当は聞きたいです。ね、その質問の答えを聞きたいです。それのために勉強しています。We are not those type of horses to whom, ears of whom we are talking something which is no interest, 興味がない。我々はその種人ではない、その種類馬ではないですね。我々は本当聞きたいです。その種類馬です。ですね。で、それから3つのです。次は本当は最初の質問と次の質問が大体一緒です。で、神様のビジョンと何や質問もう一つ何？神は悟る。悟るというのはどういうことでございますか？大体同じでしょ。神をビジョンと神を悟る。あまり違いません。ですけれども、ちょっと違います。もしちょっと逆してください。順番の最初は一生ダッション、次は一生ラ。最初は一生のビジョン、次はこれ、神を悟るですね。と、神様のビジョン、あるいは神様を悟る。何が違う？例えば神のビジョンは、例えば一回で終わり。ね。ある時神様は、そのビジョンできました。それ本当は悟る、深い悟るではないの可能性あります。例えばある人の突然神様のビジョンができました。ですけれども、神を悟るもっと深いです。ね、深いのことです。ね、神の悟るの意味は、神の本性をよく理解するです。神の関係は深くになる。それが神の悟るの意味です。あ、神、そのことを、それを比べて、神のビジョンはちょっと浅いです。わかりますね。例えば、あるお客様とあなたは一回だけを挨拶することができました。これでね、ある人。一回挨拶で終わり。ですけど、その人とあなた関係は深くなってないですね。一回見て。一回だけ挨拶して関係は深くなってないですよ。その可能性ありませんか？そして一回だけその人をあなた挨拶することができます。その意味であなたビジョンだったよね。見ました。あなたその人見ました。あなたその人知ってます。ですけれども、知ってますけど、よく知らない。本当その人の何が、家族のこと知らない、その人の本当の何が、これ、性格は何ですか、わからない、その人、
何が何が特別の仕事、何があります、特別の好きなもの、何があります。わからないです。神のビジョンと神様、神を悟るその感じで違う。神のビジョンが先ますね。一回だけ神のビジョン見たことあります。で、神の悟るがもっと深いです。何の意味で深い？で、神を悟りますと神の本性も悟ります。神の本性は何ですか？で、神と私の関係は何ですか？神のいろいろ性質は何ですか？全員、それ神の自分の関係も深くなる。全部合わせてが神の悟るわ。その意味です。わかりますね。で、もう一つは、で、その関係で、で、後でもう一つ質問が、どのようにそれができますね。それありますね。その質問は、後で説明します。最初は、神のビジョンと神の悟る。そのことについて、私ちょっと説明します。シャンティ、意味。うん、ちょっと。4時半までです。わかる。ちょっと待って。それで、例えば神、これはちょっと、今、ちょっと深いこと言いますね、これから。例えば、神にイメージ、皆さんのバラバラです。皆さん、神を結構使ってますけれども、で本当は仏教の中に神のことあまりないです。真理のことありますけれども。信徒の中に神あります。ですけども、仏教とも神様はそのことも使ってます。仏教とも。で、本当は、お釈迦さんは自分の神のこと何も言ってないんです。で、最近、仏教とも神様のことを使ってます。けれども、本当は信徒の中に神もそのことを使ってます。ですけれども、もしあなたは尋ねます。神をあなた、例えば神社に入って、例えば何が、その場所に何が、これ、祭壇の近くに行って、それでそうしますと、その時でまた祈ります。その神についてあなたのイメージは何ですか？きちんと言ってください。皆さん結構困難が人いっぱいいます。はっきり神のイメージが神様います。ですけれども、そのイメージははっきり説明、自分もわからない、あれわからないんですが説明が無理です。仏はそうです。ね。それ神様は信じてます。ですからその神のイメージが何ですか？それはっきりわからないんです。それと、インド違います。インドでもしあなた尋ねますと、神についてあなたイメージなんですか？皆さん絶対神のイメージ持ってます。バラバラですけれども。例えば、ある信者に神は何ですか？シヴァの信者だったら私の神のイメージがシヴァです。ビシヌの信者だったら私の神のイメージがシヴァです。ドゥルガの信者だったら私の神をドゥルガです。ですから、はっきりイメージが持っています。説明はできます。日本ではそれがちょっとないんです。ですね。で、キリスト教徒について、もう同じ、神をちょっと説明できないですけども、イエスのか、ね、イエスのイメージ出ます。ですけれども、日本では、神はお釈迦様のイメージあまり出ないですね。神を言いますと、お釈迦様のイメージ、例えば神社に行って、お釈迦様のイメージをしないんですよ。お寺に入って、お釈迦様、これがとて、これも面白いですね。これ、ある時、前のインドの大使言ってますね、インドの大使。で、ほとんど日本のお寺に入りますと、お釈迦様の像はあまり見えない。その宗派の処理者のイメージ出ます。
founder of the sect。 いうことわかる？で、お釈迦様の像よりその主派の何ですか、主催者、パウンダーではないですか、え、え、処立者、OK、処立者ですね。で、処立者、パウンダーのイメージであります。お釈迦様の像ありますけれども、ちょっと面ではないんです。ちょっと隣にお釈迦様の像ある。そして、本当は、お釈迦様と聞いてくる面ではないです。例えば、親鸞。例えば、何ですか、まあ、いろいろ宗派あります。浄土宗。みんな、で結構、インポーティンな時々は、例えば、処立者ですね。これがどのようなパウンダルですね。それの結構大きいですね、そのイメージ。で、それが、私言うことは、日本、だってこの国のこと言っても、皆さん、これ、参加者みんな日本人ですから、日本に神についてはっきりイメージが出ないんです。それではないですか？その状態ではないですか？神に状態がはっきり、これはイメージが出ないんですから、説明が難しいです。で、それのために私は、神について私は、イメージは説明しています。な、それの関係で、ビシャンと悟りの関係ありますから、最初は神は何ですか理解しないと神のビジョンは分からないんです。そして私は最初は神は何ですかそれを説明しています。分かりますか私言うこと、え、どうして何が関係あります、なぜなら前ありましたね。神のビジョン、神の悟る。神も分からないんですか神のビジョンも分からないんです。神も分からないですか神の悟りも分からないんです。そしてもっと基礎的な質問が神は何ですか。そのポイントでさっき言いました日本人のあまりはっきりイメージが出てないんです。そのために私は説明しています。神ですね。一ついろいろ姿あります。最初これを理解してください。私は補活的な姿を皆さんに説明します。神の補活的な姿、私は説明します。一つ姿は神様の性質もない形もない一つ姿です。ニラーカーラ、ニルグーナ。ニラーカーラが形が明る。ニラーカーラは形がない。グーナが性質、ニグーナが性質はない。これ一つは姿です。大丈夫ですか？理解できました？え？形もない、性質もない。次の姿なんですか？形がなくても、性質がある。え、アキラさん、あなたのちょっとピカピカになりな、ちょっともわからない、あなたのイメージ。ちょっと。すいません。うん、例えば、さっき言いましたね。これ、杉の姿は何ですか？形はない。ですが、性質がある。それで、サンスクリットで、ニラーカーラ・ソグーナ。ソグーナ。ちょっと書いた方がいいかもしれないですね。これじゃサンスクリットだけは書きます。ニラカロ。ニルグーナ。ね。ニラカロ。ニラカロ。ニルグーナ。性質はある？ニラカロは？ニルグナは、アカールはなし、グナもなし。形はない、性質もない。一つ。第二。ニラーカール、ソ、グナ。
ね。何が明る形じゃないんですけれども、性質はあり、ある。見えますか？え？見えます。はい、見えます。例えば、ニラーカロニルグーノの、そのコンセプト、ヒンズ教がちょっと特別です。セメティック・リリジョン、キリスト教、イスラム教ないんです。キリスト教とヒンズ、例えばイスラム教の中に何がありの、ジュダ教、ニラーカロソグーノ。それあります。神様は形ないですけど、性質はあります。性質は例えば何ですか？全知、全能、偏在、その宇宙を作る、維持をする、破壊する、コルモの結果を上げる、全部は性質です。大丈夫？ヒンズ教の中にそれもあります。ニラーカロニグノもあります。ニラーカロショグノもあります。今、第三。サーカーロ、ソグーノ。サーカーロ、ソグーノ。それは第三。形もある、性質もある。見えますか？大丈夫ですか？はい、見えます。それが第三姿です、神の。例えば、弁天様。例えば、アマテラス。アマテラス写真もありますでしょ？あります。絵です。絵です。写真はね、絵あります。で、それから、例えばその方、ドゥルガーの写真じゃないで、ドゥルガーの絵あります。で、サカーロソグノです。意味が、形もある、性質もある。全部、神道の神は、それが結構あります。ね、サカーロソグノ。で、ヒンズ教のいっぱいあります。それも第三。第四なんですか？神様のもう一つ姿。何ですか？もう一つ姿。どうぞ。神の化身。そうです。もう一つありますか？神の化身、OK ですか？神様の化身。神の化身？神の化身は神様の化身。神様の化身で丁寧でいいと思います。OK。神様の化身。化身ですね。化身。K-E-S-H-I-N。K-E-I。化身。K-E-S-H-I-N。K-E-S-H-I。 そして言ってます。K-E ですね。You are K-A-I。 なな、言ってない。A-E-S-H-I-N。 前言いましたけれども、後で言いました。K-E。 K-E-S-H-I-N。 化身。次言いましたでしょ。K-E-S-H-I-N。 神の化身でも、丁寧で、すっきりして、そちらでもいいと思います。OK。神様の化身です。で、ヒンズー、これ、我々の、これ、今、サンスクリットでも書いてありますから、それを、アバターロ。アバタロ。これアボタールです。ね。これ、
サンスクリットでアバター、そしてニラーカロニルグナ、サカールサグナ、ニラーカロニルグナ、ニラーカロサグナ、サカールサグナ、それからアバターです。わかる？それ、四つの、これ姿あります。神。今、気はここまでして、後で、神のビジョン、バラバラになります。その、もし、ね、四つの死後、四つの、これ姿で、神のビジョンの意味も別々になる、なります。どのようになります？それが後で説明します。今理解してください。それだけ理解してください。この四つの、これ神様の仕事を、姿で、ビジョンも、神様のビジョンの神様の悟るも、別々のなるの可能性あります。それを次のクラスに説明します。OK、今日はここまで。Tumi Brahma Tumi Krishna Tumi Krishna Tumi Rama Tumi Brahma Krishna Tumi Krishna Tumi Rama Tumi Krishna Tumi Jishna Prabhu Vishnu Pranapra Tumi Vishnu Tumi Jishna Prabhu Vishnu Pranapra Tumi Brahma Rama Krishna Tumi Krishna Tumi Rama Tumi Adheyo Adharo Tumi Brahma Nirakaro Tumi Adheyo Adharo Tumi Brahma Nirakaro Tumi Naro Rupo Dharo Vijito Kano Koka Tumi Naro Rupo Dharo Vijito Kano Koka Tumi Brahma Rama Krishna Tumi Krishna Tumi Rama Aparo Kuruta Shindhu Tumi Devo Dino Aparo Kuruta Shindhu Tumi Devo Dino Chache Indu Kripa Bindu Charune Kori Pranam Chache Kripa Bindu Charune Kori Pranam Tumi Brahma Rama Krishna Tumi Krishna Tumi Rama Tumi Vishnu Tumi Jishnu Prabhu Vishnu Pranaram Tumi Vishnu, Tumi Jishnu, Prabhu Vishnu, Pranaram. Tumi Brahma, Krishna. Jai Shri Guru Maharaj Ji Ki Jai. Jai Mahamaya Ki Jai. Jai Swami Ji Maharaj Ji Ki Jai Jai Ganga Mai Ki Jai Jai Shri Buddha Dev Ki Jai
大丈夫ですか、皆さん聞こえますか。あ、はい、聞こえますが、マハラジのお顔が画面に映っていません。ニラカロネグノになりましたから。あ、見えました。ニラカロネグノになりましたから、見えないですよ。OK、それで、どうぞ今の結構大事な、カジュシャのために質問が結構ありましたから、何が質問と答えありましたから、どうですか皆さんの、その関係、説明について、困難と質問あったらどうぞ言ってください。ちえさん、名古屋のちえさん、わからないですけれど、ないです。うん、もうちょっと理解したいと思います。聞いた。オッケー、もしや。はい。どうぞ、みんな別の方。リカさん、any。うん、永田さん、どうぞ、今、大事な話。みんな、OK ですか？また別の反対のこともあります。あ、困難のことありますか？あ、ニラか。ニラーカーラー、ニルグーナのもう一度、エグザンポを言ってください。ニラーカーラーは炊きました。例えば、皆さんの形ありますでしょ。形、例えば人間の形。人間だけではなく、これ、ヒンズキ教の、これ、例えば神様の化身の中に人間だけではなく、他の動物もありますね。うん、で、それで、例えば、姿あります。例えば形ありますね。何も形はないです。例えば何も形ないあなた、例えば心の形ありますか、うん、それはニラカロのエグザンプルです。例えば、何がガスですね。H2O ですね。水。水の H2O の状態。それ見えますか見えない。で、それはニラカロです。あ、ニルゴノは、さっき言いました。ニルゴノとグノ、例えば、これ、我々は、良い性質を、悪い性質、言ってないですか性質言ってない良い性質を、悪い性質言ってないですかで、例えば、神様について、例えば、全知、全能、偏在、それは性質ではないですかで、それは性質。でそれが、これ、ブロンマンですね。ブロンマンは、例えば、アトマンですね。アトマンは、ニラーカーロ、ニルグノ。もし、聖天から、もし、レイを使いたいなら、例えば、魂と、例えば、ブロンマン、偉大な魂、それは、ニラーカーロ、ニルグノ。形もない。何も性質もない。それが、レイです。わかりましたね。ニラーカロニルグノの、ね、もし我々の聖天からもし、霊使いたいなら、例えば魂。例えばブランマン。ね。これ、ニルグノのブランマン。ニラーカロニルグノのブランマンですね。最高の、ブランマンの最高のイメージです。ただ、諸グノのブランマンもありますから。ね。そのニラーカロニルグノのブランマンは、これ、聖天から、もし、入したいな、レース書いたのね、ブロンマン。ね、ピュアルブロンマン。どうぞ、千恵子さん。はい、マハラジ、はい。すいません、ニラーカーラ、ニルブナ、うん。神様の本質と思っていいでしょうか。神様の本質サットチットアーナンダ。純粋な意識と思っていいですか？ブランモンの、これ、
愚の言わないです。これは、これネチャルです。本性です。本性は性質ではないんです。ですね。と、これを本当のものの本当の、例えば我々の本性は魂です。その魂は我々の性質ではないでしょ。ね、我々の性質ではない本性です。例えば、これ、ソルトですね。これ、ソルトって何ですか？塩。塩の、これ、本性は何ですか？ソルティです。サリーニティ。それはなかったら、これ、ソルト言わないですね。わかる？それが本当の、これが、性格です。ネチャル。ネチャルとクオリティ違う。クオリティが、あれ、現れます。なくなります。性格はいつもある。いつもある。それ性格がないとそのものがないんです。ですね。性質はあるときあります。あるときはない。その可能性あります。ですから、ネチャルが違う。ネチャルが本当のものです。そのものがなかったら物がなくなります。それが性格と性質は違う。それが違う。例えば、そっちのアナンダは性質ではないんです。それが性格です。ネチャル、本当、本性です。性格言わないで、その時本性使ってます、その言葉。本性。本当のネチャルです。が本性です。どうぞ。すいません。今、マハラージが英語でネイチャーという言葉を使われたんですけれども、もう一つ同じような言葉で、エッセンス、本質っていう言葉あると思うんですけど。それもいいと思います。とてもエッセンスですね。それはないと、そのものがなくなります。ね、その種類。と言いますのが、辞書をネイチャー、の日本語を調べましたら、性質という意味と、あと自然、性質と自然、その二つの意味が出て、エッセンスの和訳、日本語は、まあ、本質と出るから、私は本質なのかな、どっちなのかなっていつもそれで迷うんです。でも、よくネイチャーで、本質って使う、本質の意味で使います。うん、で、性格は例えば何ですか？英語？それも、まあ、ネイチャーでいいと思うんですけれども、わけ、あなたは本性、それが一番が本性ですね。あ、そうですか。ね、本性はその言葉を使った方が一番混乱が出ないですね。そのものの本性。ですね。別の言葉を使っても多分いろいろ問題の可能性ありますから。で、本性と性質は違うです。ね。例えば、本当のニラーカ、ブランモンの本当のニラーカルニルゴン。だって、ソグノも性質です。あるとき出ます、あるときないです。そして、そぐのも最高のものではないんです。最高のものはニラーガルネルです。だから、具のあったらあるときありまであるときないんです。そのことを考えて、神様の最高の姿はニラーガルネル。形も同じ。形あるときあるの可能性あります。ないの可能性あります。形の変換もできます。ありますね。例えば人間の形、子供の時の、若いの時、年取ったの時、また別々で変化しないんですか？ある時だと死にます。亡くなります。と形のいろいろありますか？で、ニラカルだったら何もその、これ、可能性ないです。明るがないです。グナもそうでしょ。そしてそれは、その時何ですか？意識です。純粋な意識。そのこと言っています。意識の形もない。
姿もない。そして純粋な意識、そのことを分かっています。あ、純粋な意識なんですから、もうちょっと説明しますと、そっちだなんです。ね、もうちょっと分かりにくい。はい、あ、すいません。あの、英語でネイチャーと言ったら、私はプラクリティのイメージがあるんです。それも、ネイチャーも自然もありますでしょ、うん、ネイチャーが自然も、英語はネイチャーって言ってます。それを考えないでください。そのネイチャーが本性です。その意味です。リアルネイチャー。英語で、そのこと結構、これが本性は、英語で翻訳の時、リアルネイチャー。そのことを使っています。で、ネイチャーの時、形容詞、リアル。リアルネイチャー。その言葉を使っています。あもう一つは、スプリームリアリティ。ね、最高の霊、その言葉を使っています。ね、英語でも。スプリームリアリティ。スプリームリアリティのリアルネイチャーは何ですか？これが意識です。純粋な意識。それがリアルネイチャーです。で純粋な意識は本当のニラーカロニルグンの本性です。でニラーカロニルグンの、ね、そのブランモンの本性は何ですか？これは純粋な意識です。じゃ最初はこのよく自分で考えてください。その四つの手話。さっき言いましたように、ニラーカロニルグナ、ニラーカロソグナ、サカーロソグナとアボタール。それが神様の包括的なイメージです。すべての、これ世界のすべての初期を、の神についてアイデアその中に入っています。ね、いろいろ初期ありますね。いろいろ初期を、いろいろ手話。みんな神のイメージ、バラバラですけれども、全部そのイメージが、この四つの姿の中に入ってます。ね。で、それを考えて、ヒンズー教の中に、その四つの姿ありますから、ヒンズー教の中に神の姿は、本当は、補活的な神の姿は入ってます。他の宗教はある、ある姿あります、ある姿はない、それもありますけれども。ヒンズー教の中に全部。例えば、アボタール、神様の化身。例えば、これ、イスラム教の中にないですね、そのアボタールの化身。ここで、プロフェット、その言葉を使ってますね。プロフェット。例えば、預言者。その言葉を使っています。化身にはない。キリスト教の中に、only son。Only begotten son of God, イエスについて。特別な息子です。そのことは使ってます。ですから、アボタールは神様の化身のヒンズー教の特別なアイデアです。仏教の中にもないんです。お釈迦様もヒンズー教の中考えで神様の一つ化身になりますけれども、仏教とは自分でお釈迦様、神様の化身、その意味しないんです。ないです。これ、ヒンズー教徒のイメージです。お釈迦様について、ヒンズー教徒のイメージは、お釈迦様は一つの神様の化身です。例えば、ラーマ、クリシナ、ラーマ、クリシナ、ブッダ。で、仏教と自分は、ラスは自分の神様の化身考えてなかったです。ですヒンズー教徒のアイデアです。大丈夫ですか？ OK、最後に、はい。ॐ निरञ्जनं नित्यं अनन्तरूपं भक्तानुकम्पा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमुज्ज नमो राम कृष्ण शिरसा नमामि